はい、今回はね8月1日のアップデートを夏休みのみんなのためにまとめてきました。今回もねいろいろ追加されたんで早速見ていきたいと思います。それじゃあ見ていきましょう。はい、まずはオカルト部に新しい特典が追加されました、まずはねオカルト部に入りましょう。入部してくれるんですか？珍しいですね。オカルトに興味がある人なんてめったにいませんから。はい、じゃあねオカルト部に入部していきましょう。本当ですか？あなたを迎えられて嬉しいです。遺品や資料は自由に見てください。はい、これが部長が言っていた遺品や資料になりますね。で、その中にあるこの黒いローブが今回追加された新しいアイテムになりますね。早速着てみましょうか。はい、すごい怪しい感じみたいになってますね。ここにあるネックレスも取っちゃったりしてね。はい、今から何の儀式するんでしょうかみたいな格好になりました。ただこれすごい怪しい感じになってますが、他の生徒から怪しまれたりしないみたいですね。それはなぜかというと、そもそもオカルト部は頭がおかしい集団だと思われてるからみたいですね。かわいそう。覚えている人いるかわかりませんが、2年前に紹介したオカルト部の紹介で黒いローブのことはもしかしたら実装されるかもという話をしていましたね。で、実際黒いローブを着たやんちゃん、可愛すぎるでしょう。はい、じゃあねこのローブにはどういう効果があるかというと、はい、人をやっちゃっても血がつきません。で、武器にも指紋がつきません。最強でしょう。だからこれはやった後に武器を捨ててローブを脱げばなんと証拠隠滅になりませんでした。どうやら服からヤンちゃんの DNA が検出されたみたいですね。ヤンちゃんの DNA ってどういうこと？どういうことでしょうか？はい、という感じでした。はい、これはねみんな気づいてると思いますが、オカルト部にある黒いローブはレインコートと同じになっています。ちなみにレインコートは今後ショップでしか購入できなくなるみたいですね。はい、次はオカルト部が学校の周辺の調査をするとき異なるアニメーションをするようになりました。これ見てもよく分かんなかったんだけど、一応比較してみますね。はい、これが比較になります。あんまり分かんないね。はい、はい、次は園芸部の倉庫の後ろにあった古い斧がナタという名前に変わりました。ついでに切り株も追加されてますね。いい感じですね。これは切り株がナタとマッチしてますね。はい、はい、次は生徒は職員室に入ってはいけないことを知っているため、ヤンちゃんが笑ったりしても生徒は無視するようになりました。はい、次は甘えちゃんが開催しているベークセールのお菓子の数が増えました。だいぶ増えましたね。これでみんなの分はあるのかな。前回と比較するとこんな感じですね。はい、めっちゃ増えましたね。前回5個しかなかったんだね。はい、めっちゃ美味しそう。はい、次は甘えちゃんが先輩にエプロンを作った後、かわいいエプロンが入ったプレゼント袋を運ぶモーションが追加されました。めっちゃ可愛いね。両手で大事そうに持ってますね。はい、次は先輩とキザナちゃんが初めて出会うシーン。このシーンに映画の広告ポスターが追加されました。一度このシーンを比較してみましょう。はい、比較すると分かりますよね。ポスターが新しく追加されてますね。追加されたポスターはこんな感じになってますね。左から2つ目気になる、この一番左のポスターは何でしょうね。これは何をモチーフにしてるんでしょうかね。この女の人腹筋バッキバキ。他にはタイタニックみたいなポスターとサイコパス、そしてトトロがある。これ大丈夫か。で、左側には日本のサイコ、これ君たちのこと言ってない視聴者のみんな。そして前回の時にも紹介したんですが、歩行者の髪の毛の色や服の色が追加されました。
はい、比較するとこんな感じですね。なんかいろんな髪の毛の色が増えましたね。はい、はい、次は甘えちゃんとやんちゃんが友達になった後、タイトル画面に表示される甘えちゃんが新しくなりました。めっちゃニコニコに変わりましたね。確か前回は浮かない表情だったんですよね。比較をするとこんな感じですね。やっぱりアップデート前は浮かない表情をしていましたが、今回のアップデートでニッコニコになりましたね。不気味なくらいに。全部食べてね。はい、次は家からハードウェアメニューを開けることになったので、1980年代モードでもショップで買った道具も学校に持っていくことができるようになりました。はい、こんな感じですね。このように金槌を持ってきました。じゃあね、早速いわっしょい。はい、次は新しいテープが追加されました。その入手方法としては、まず学校の生徒を2人眠らせて家に持ち帰ります。はい、家に帰ってきたら地下室に行ってみましょう。そうすると先ほど捕まえた生徒が2人いますね。で、その2人目の足元にカセットテープが置いてあります。はい、これが新しく追加されたカセットテープになりますね。はい、それじゃあ学校で聞いてみましょう。地下室のテープ2ってやつですね。これはどうやら映像もあるみたいなんで見てみましょうか。おはようダーリン、よく眠れた？あら、その様子だとその椅子はあまり快適そうじゃなさそうね。もしあなたが逃げないと確信が持てたら、もっといいものにしてあげるわ。理解できないよ。何か言った？ダーリン、僕と一緒にいたかったのならどうして普通に話しかけてくれなかったの？信じてダーリン、私は世界中の誰よりあなたと話したいと思ってた。でも近づくだけで緊張して心臓が胸から飛び出してしまいそうなほどドキドキして一言も話しかけられなかったの。でももし私があなたに話しかけて拒絶でもされたら私の心が砕かれてしまう。それは死ぬのと同じよ。そのチャンスを逃すわけにはいかないのよダーリン。ダーリン、すみれ、萌子、ほなみ、すみこ、りつこ、あい、彼女たちは死んだ。君は彼女らの将来を奪ったんだ。彼女たちには愛する家族がいた。大切にしてくれる友人がいた。そして彼らの人生には決して埋められない空白ができてしまった。ほなみがアカデミーに入るためにどれだけ努力したか知っているか、すみこがアスリートになるためにどれだけの犠牲を払ったか、愛が歌の練習にどれだけ時間を費やしたか知っているのか。彼女らは夢の実現に人生を捧げた。そして今その時間と努力が全て無意味になった。君は全てを壊したんだ。よくそんなことができるな。一度だけではなく6回も。君にとって他人の人生なんてどうでもいいの？罪悪感とかもないのか？もし彼女たちがあなたを奪ったら、私は生きる意味がなくなってしまう。それは死よりも悪い運命。私はその運命から自分を守っただけ。彼女たちを殺すことは自己防衛だったのよ。自己防衛だって？僕の話を聞いてた？考えてから話してるのか？もし君が片思いをしていて、振られたり、他の誰かとデートをしていても、それは死とは違う。私にとってはそうなの。やばい、りょうばちゃんがヒステリックを起こした。私にとってはそうなの。どうしてそう感じるの？私はあなたを愛しているから。話したこともないのにどうしてそんなに好きになれるの？それは複雑だわ。言葉にするのは難しい。どう説明したらいいのかわからない。教えて。今教えて。私はこんな状態なの。ああ、長くなりそうだからテープ交換する。そしたらすべて話すわ。はい、という感じでした。昔のりょうばちゃんと丈吉くんの会話ですね。
この後、りょうばちゃんはどんな風に説得して城口くんを納得させたんでしょうか。今後に期待ですね。はいはい、次は居酒屋に売っているラーメンの種類が新しく追加されました。はい、上から2つ目ですね。アウトランダーラーメン、これを購入していきます。召し上がれ、今夜は不思議な夢を見れますよ。はい、勘のいい方は気づいていると思うんですが、ラーメンを食べた後家に帰って寝ると、はい、夢が見れるんですが、その夢が新しく追加されました。で、これいつも思うんだけど、この夢は一体何なんでしょうかね。これは先輩とヤンバリアのベルデレちゃんですよね。この夢ってなんか若干ストーリーみたいになってんだよね。なんか先輩が指さして、その先にはまた新しい女の子がいますね。この女の子ってラーメン売ってる女の子だよね。違うかな、似てるよね。いろいろ考察させられますね。そして何語かわからない言葉を喋っている先輩とベルデレちゃん。このラーメン屋の女の子はさ、日本語ですね。国は来たり、何時のにも行われん、我が日たまえ、我らにお秘めながら。はい、よくわかんないんで次行きましょう。次行くともっとわかんねえなんでクエスチョンマークついてて、先輩たちはなんか落ち込んじゃってるどういう状況なんだろうね、これは。で、次行くともっとわけわかんねえ。なんかすげえ鬼みたいなやつと戦ってますね。そして次行くと、さっきの鬼を倒してるんですよね。先輩のドヤ顔がやべえな。そしてラーメン屋の女の子は、助けてくれてありがとうみたいな感じになってますね。はい、じゃあ次行くと、何ですかね、これは。なんでみんなクエスチョンマークなの？あいつら誰だろうみたいな感じかな。助けてくれたお礼にっていう感じでどっかに連れてってんですかね。で、これはなんか渡してますね。あ、頭にかぶるやつですね。なんか一気に侍っぽくなったね。かっこいい。で、これどうでもいいんだけど、今ヤンちゃん止まってるわけよ。なのに進んでるように見えない？すごいよねこれ。どうでもいいけど。で、その先輩たちが向かう先はどこなんでしょうか。はい、さっきの鬼みたいなやつがめっちゃやられてますね。あ、これ先輩たちが減ったのかな。どういうストーリー？全然意味がわからなかったんで、誰かこれわかるって人、コメント欄で教えてください。はい、最後はついにこのロボットが実装されました。ただこれは次回の動画でまとめて紹介していきたいと思います。はい、以上アップデート内容でした。ただこれ以外にも細かいアップデートはあるんで、気になる方はブログ見てみてください。はい、という感じでした。それじゃあ次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね。